はい、ルキナのキャラ対策動画、今回ピーチデイジー編です。一応結構ね、対戦回数増えたんで、ある程度対策まとまったかなと思います。でピーチデイジー戦で結構意識してること大きく3つあって、それ意識したら割と楽に立ち回れるんじゃないかなと思います。まあ、まず1つ目は結構強気に差し込むってところですね。やっぱ株持たれるとめちゃくちゃきついので、株を相手が持ってるだけで立ち回りがすごく、こっちの立ち回りがね、窮屈になっちゃうんで、まあ、差し込み通らなくてもいいんで、俺は強気に差し込むぞっていう気合を見せて、とにかく株を抜かせづらいようにすることが大事かなと思います。でこれ、その話そうとしてる3つとは関係ないんですけど、復帰阻止行くときは大きい、あのなんだろう、台上で待って横スマとか狙うんじゃなくて、今みたいに空前でも空後でもいいから、ちま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 当てて何度も外に出した方がいいと思います。ピーチデイジーの浮遊って空中で1回使うと地面につくまで復活しないんで、まあ、空中ジャンプみたいな感じで1回着地しないと次の浮遊使えないんで、浮遊一度潰してしまえばね、そこまで着地が強くはないんで、まあ、地道に地道に外に出し続ければ結果的に撃墜への期待値が高いかなと思います。とピーチデイジー空中攻撃っていうか、攻撃が全体的に攻撃の範囲とかリーチの長さがすごい優秀で、まあ、実質武器持ちなんですよ。空前空後とかマジで強くて、あの小ジャンで正面からなんだろう勝ち合うとルキナーでも勝てないっす。こいつに小ジャンで殴り合って勝てるのはベレトスとセフィロスと面々ぐらいかな多分。あとホムラもギリいける、光もちょいむずいぐらいの空中攻撃の強さを持ってて、まあ、本当に実質武器持ちなんですよ。空前とかマジで王冠持ってるしね、空後も武器持ちぐらいのリーチを持ってます。なので大ジャンプを多用した方がいいかなと思います。まあ、ピーチデイジーその浮遊の関係上すごい低空を飛んでる、あるいはまあ小ジャンの高さにいるってことが多いん でその小ジャンの空中攻撃に対して大ジャンプで上から空中攻撃を当てるっていうのが基本的に、なんだろう、まあ、ピーチデイジーに限らず小ジャンプに対しての対策になるん でその低空が非常に多いピーチデイジーに対してはやっぱ大ジャンプがわりかし刺さるのかなって最近思ってます。とで、まあ、今のが2つ目で、3つ目がガーキャンを取らないことですね。ピーチデイジーの空中技って基本的にどれも上り下りほぼ関係ない風に、なんだろう、そもそもリーチも長くて反撃ガーキャンつかみとも取りづらいし、ガード硬直さもかなり優秀なんで全然反撃取れないです。空下に関しては多分全キャラ取れないんじゃないかな。マリオゲッチがギリ取れんのかな。これ崖外出された時は株をね、空中攻撃か空中つかみでキャッチできるといいかなと思うんですけど、今だけのは普通にタイミングミスりました。でまあなるべくガードに対して落ち着けてもいいんで、ピーチデイジー前側に対してのガーキャン攻撃発生が遅いんで、空中前ガードに対して技を押し付けて結構ガンガン技振っていいかなと思います。まあ今言った3つを大きく意識しておけばだいぶ楽に立ち回れるんじゃないでしょうか。まあ、株を生成させないようになるべく強気に差し込んでいくことで、序盤に強く差し込めばもともと株めっちゃ抜く立ち回りの人でも後半全然株抜かなくなったりするんで、結構強気に差し込むのが大事かなと思います。で2つ目に、まあ、大ジャンプを多用すること。空中攻撃で小ジャンプで勝ち合うと基本的に勝てるキャラあんまりいないっす。とガーキャンはあんまり狙わないこと、まあ、ステップからの差し返しもちょっとむずいんですけど、まあ、ガードさせられたら無料技だと思って素直に後ろ回避で逃げるのが丸いかな。後ろ回避して食らう技って言ったら、まあ、大体 DA ぐらいなんで、まあ、後ろ回避か前回避でいいかな、基本的にはいいかなと思いますっていう感じかな。